えあれは年末のことだった夜高三十二を覚まし眠い目をこすりくららを味わいました前。マッチが開始するとそこがガゼット通信ヒロの名前だ。そうだ、あの広ロだ、えー。マッチ早そ々うそうヒロキはレベル十四のカードを展開してきた。私のカードはレベル十2だ、えー。メガナイトがあたふたしているとミラーでレベル十五を出してくるだのねか。私は負けてしまった。えー、悔しくて毎晩ヒロイ君のエミされて目が覚めるのだ。いや、これはレベル3の問題だ。そうだ、広ロイ君。私ともちょ度と分かええー。来週優勝賞金一枚の大会が開催する私ッチはそこで待っている。これガチっぽいですね。 割とあのちょっと前まで僕あのその,あのクローンっていうカードを使っててあのユニットのレベルって14が上限なんですけどあのクローンを使うとレベル15のユニットが使えるっていうのなんですよ。であのクラロワっていうゲームがもともとレベル13が上限だったんですけどあのレベル14が解放されていてであの僕あの基本ヒカキ金なのであのレベル14にできてるカードが少なかったんですよ。 なので、最低限レベル14のカードを何個か混ぜて、で、そこにクローンを入れてレベル15を出すっていうので、その、全部をレベル14にするのができなかったので、その、弱いところからレベル15あのクローンで出すっていう形で、その、レベル差を埋めるっていう、そういう戦略でやってた時代があるんですよ。なので、これ多分本当に僕と対戦した人なんじゃないかなと思いました。最近はその、あの一応、その、ヒカキンながらお金が貯まってきたので、だいたいレベル14でマスターできるようになったんですけど、あの、ヒカキンというか、無課金というか、美課金ってやつさ、はい、YouTube じゃないさ、はい。ぐんぐん、ぐんぐんの方じゃない方